はい、5月20日の相場解説、15時55分ですね。今日はこれ15分を見ながら説明します。15分の後に1時間も見ていきますね。まずね、15分で N 波動ができるような張り方をしていました。こういうふうに急上昇した後、こちらでね、ネックラインがありますから、ここから折れて N を書くように上昇していくところに張っていたわけなんですけども、35かなりね、入ったのはこれ下の方ですよ。下の方なんでかなりの幅が取れてるんですけども、やっぱ抜け目なくね、ゼロライン設定をこうやってし直すわけなんですよ。ズバッと、例えばここにね、で、N を書いた時に、まあ、これね、どこだったっけな、 N を書いた時にこれゼロライン設定をしますよ。 N を書いた時にぐーっと上に行ってダブルトップになる可能性もあるんですよね。これ追加配信でしましたけども、ダブルトップになる可能性もあります。ダブルトップってことは大きく下に下がるんですよ。こういうふうにね。そうなったら、このゼロラインのところで、ロスカット受けてもプラスみたいなことになるわけですよね。3、4、5から入ってるわけです。こっから入ってるわけですから。でこっから入ってるときに、上昇波動に合わせて、このね、ゼロラインを、損がないところまで上げとくわけですよ。まあ、この、ね、ゼロラインをどこに持っていくかっていうのはかなりね、難しいんで、これはまた別の時間にやりますけども、そうすると、ダブルトップを描いて下に行った時でも、ちゃんとプラスで、利確できるわけですよね。これすごいでしょ ?30 ピップス取れて、なんか、ロスカットに触れたのに30ピップスプラスみたいなね、こともできるわけですよ。で、今回は、ちょっと戻します。どうもね、これ、ダブルトップでもなくて、収束に向かうんではないかなっていうふうに見えますよね。これ横ばいっていうことです。だって、ダブルトップのように、はっきりと下にも行かない。要するに、このネックラインを越えて下の方に行かないですし、かといって、このダブルトップのね、上の方に突き抜けるわけでもないしっていう、非常に曖昧なところなんですよ。でも、これが起きるのが、FX なんですよね。で、1時間の方を見てみますと、これが1時間なんですけども、ぐーっと上がっていくわけじゃないですか。ぐーっと上がっていって、ここでね、ここで収束を作るわけなんですよ。ここ。そういうふうに考え方を変えていかないとなってことです。で、下はこの辺ですね。上はこの辺っていう形のレンジなんですけども、レンジの中でも、ペナントを書くようにして、右の方に収束していって、またどちらかへブレイク。当然どちらかっていうのは、どっちかわかります?ブレイクはこっちの方ですよ。やっぱり張るんだったら。もちろん絶対そうではないんですけども、こう入っていって、ペナントを書いてブレイクする方向はやっぱり下から入ったわけですから、上の方に抜ける可能性が高いわけですよね。まあ、それを補強するものとして移動平均線はどういうふうに動いてきたのかとかね、日足とか4時間はどうなってるのかってことを重ねていくわけなんですよ。ということで今日はロスカットに触れてもプラス30ピップスということで、まだまだ買いで終えるんじゃないかなと思います。ただその前に今収束してますんで、1時間で今はね、エントリーポイントを取ってしまうのは非常にリスキーかなと思いますから、ポジションは取らない形の方がいいと思います。とりあえず朝の相場解説をしっかり見ていればマイナスにはなってないと思うんですよ。で、先週のね、4つの仮説から順番に見ていって、これを保存版にしてください。もう概ね1週間ぐらいですよね。4日5日の分は全部これ保存版です。これ本当にね、すごくいいモデルができてきまして、それをずっと終えたのは良かったなと思いますよね。はい、じゃあお疲れ様でございました。